平野市陽赤祖縁に並みいる強敵を下したのは女性が選ぶ7月イケメン総選挙第4位以下特別レポート女性が選んだ最春イケメンランキング第4位以下の魅力に迫る本サイトでは毎月女性200人に今一番旬の男性について聞くイケメン総選挙を実施しています さて、今回はトップ3を別記事で紹介しましたが、こちらでは第4位以下のイケメンたちにフォーカスしてみましょう。果たしてトップ3のメンバーに並ぶだけの魅力を持っているのは誰なのか第9位、平野翔と神尾風守第9位には平野翔と神尾楓で玉が同率ランクインしました。 平野翔は、滝沢秀明が立ち上げた新事務所、と部に、神宮寺勇太と共に合流し、話題を集めています。そのインスタグラムのフォロワー数は、8月2日時点で370万人を超えるほどの人気ぶり。ファンとの積極的な交流も行っている平野翔に対し、顔が綺麗好き、かわいい、といった絶賛の声が寄せられています。一方、 神岡へ出たまは、森七名と間宮翔太郎主演ドラマ、真夏のシンデレラ、でヒロインの幼馴染役を務め、多くの女性から美しいと評価されています。かっこいい今風のかっこよ、さといった声が集まる神岡へ出たまの魅力に迫ります。第7位、関祖絵にと山田裕樹。第7位には、関祖絵にと山田裕樹がランクインしました。関祖絵には、 今期放送のドラマ、こっち向いて読むかイクン、日本テレビ系で主演を務め、恋愛ベタなサラリーマンを演じています。また、ネットフリックス映画、ゾーン100ゾンビになるまでにしたい100のことの主演も果たし、観客からの支持を集めています。その素直そうな顔立ちに、可愛いい、爽やか、といった賞賛の声が上がります。 一方の山田博樹は、主演ドラマ、エンディングトレインや映画、東京リベンジャーズなど、数々の作品で活躍しています。特に、大河ドラマ、どうする家康では、四木龍之介を見つめる姿が話題となりました。その独特な個性と落ち着いた雰囲気が魅力の山田博樹に注目します。第6位、山崎健人。第6位に輝いたのは、山崎健人。 主演映画、キングダム運命の炎が公開中であり、興行収入や動員数などの数字が大ヒットを記録しています。その顔全体のパーツ配置が最高と絶賛され、総務人事の女性からは、最高、素晴らしい、との賞賛の声が届いています。一方で、スマートな立ち振る舞いや、極真空手で鍛えた体つきも多くのファンから愛される要因となっています。 第4位、マミア翔太郎と横浜流れ星。そして、第4位にはマミア翔太郎と横浜流れ星が輝きました。マミア翔太郎は、ドラマ、真夏のシンデレラ、で森七名と共演し、エリート建築家を演じています。爽やかな高青年役には、SNS でも称賛の声が溢れ、優しい話し方や落ち着いた雰囲気が彼の魅力を引き立てています。 一方の横浜流れ星は、佐藤博和とのダブル主演映画、春に散る、の公開を控えており、橋本環奈との共演も話題となりました。彼は、ボクシングプロテストにも合格するほどの体作りに励む一方で、顔が綺麗、強そうだし優しそう、といった評価も受けています。いかがでしょうか トップ3のメンバーにも勝る魅力を持つ第4位以下のイケメンたちに注目が集まっています。彼らの演技力や見た目、個性など様々な魅力を持つイケメンたちが今後もエンターテインメント界を盛り上げてくれることでしょう。次回のイケメン総選挙も楽しみですね。